どっすり。マスクスリムティム。タイバカに、俺は誰？はい、こんにちは、マドです。皆さんもね、宝くじ一等当たったらね、まあ何買おうかなって考えたことありますよね。でね、僕もね、宝くじとかロト6のね、ちょっと1年間、まあ、ずっとね、買ってた時期があるんですけども、全くね、かすりもしませんでした。ただね、ちょっと周りで聞くのが、スクラッチカード。これがね、結構当たってる人間多いんですよ。俺何万当たったぜとか、先輩とかもね、昔20万当たったわ、みたいな話をね、ちょいちょい聞くんですよね。でね、僕もね、こういうチャンネルやってると、もうレビューやらね、何やらで、もうお金がね、かかってかかって仕方がない。もうだから YouTube の稼ぎなんかほとんどね、もうそのレビューする製品に取られてます。案件とか一切ないですからね。まあね、こんな小汚いね、下ネタチャンネルにね、案件回す企業、そりゃないですわな。というわけでね、常にまあ、金欠状態なんですけども、もうここ3日ぐらいはね、乳首の伸びてきた長生きしか食べてません。ちょっとね、一発当てたいということで、この丸をチャレンジします。何にチャレンジするのかというと、こちらです。はい、こちらなんですけど、ワンピーススクラッチ。はい、こちらのワンピーススクラッチが5月1日から5月20日まで開催しております。こちらのスクラッチ、今回50枚買うてます。1万円分ですね。このスクラッチ終了期限まで毎週1万円ずつ買って、一体どれぐらいの儲けになるのか、ちょっと検証してみたいと思います。ちなみに1等は100万円でございます。さすがに100万あったらね、まあいい製品をね、チャンネルでも紹介できるんじゃないかと。やっぱり人生はギャンブルっすよね。バイプッシュですよ。それでは早速行ってみよう。はい、というわけで早速スクラッチをやっていきたいと思います。ちょっと中身を開けてみます。はい、こんな感じでですね、杯が3つ出たら100万円でございます。エースの帽子が3個で10万円、サボの帽子が3個で1万円、麦わら帽子が3つで2000円、船が3つで1000円、地図が3つで100円となっております。そして絵柄はですね、横に揃っても意味なくて、こう斜めで ね3つ揃うと当たりみたいです。こういう感じですね。バッテンに揃うと、まあ、当たりということですね。それでは早速やっていきたいと思います。一番ね、大きなコインで削るとなんか運気が上がりそうなんで、ちょっと500円玉で削っていきたいと思います。それではね、早速やっていきましょう。いやー、弦担ぐためにね、トイレ掃除してきましたからね、こびりついた運気をね、めっちゃ落としてきました。はい、まずはね、帽子と杯が出てきました。まあ、まだ何のこっちゃ分かんないですね。そして、真ん中削ると分かります。サボの帽子がここに出れば当たりですね。で、杯がここに出れば当たり、まあ、こんな感じですね。ちょっとやっていきたいと思います。いや、頼むで。これでね、令和の運気が決まりますからね。令和の金運はどうか。どこだどうだどうだ。はい、まず1枚目は外れです。まあまあ、まだ1枚目ですからね。続いてどんどんやっていきましょう。はい、2枚目も外れです。はい、7枚目でですね、地図がやっと1つ揃いました。まあ、地図はね、3つで200円ですね。まあ、一番低い配当金です。10枚買ったらこの200円くらいはね、だいたい入ってるんです。さあ、次は来るかな。とりあえずね、10枚やった当たりが200円でした。まあまあまあ、最初の10枚はこんな感じですかね。さあ、どんどんやっていきますよ。はい、というわけですね、20枚目が終了しましたけども、また地図が1個揃いましたね。うん、合計400円の配当です。それでは3束目いってみます。はい、24枚目で、200円ですね。はい、というわけで30枚が終了しました。当たりは今のところ600円ですね。つらいね。厳しいわ、やっぱり。さて、残り2玉にね、夢をかけたいと思います。なんかね、10枚に1枚ね、必ずこの200円が入ってるの、逆に怪しいですね。なんかうまいことを操作されてるようなね。バラでもらった方がいいな。さあ、残る20枚に夢かけたいと思います。はい、36枚目で200円ゲットです。はい、というわけで40枚目が終了。現在配当は800円となってます。いやー、ダメっすね。1000円すら当たらない。厳しいね、やっぱり。さすがにね、50枚買ったら1000円ぐらいはね、当たるんじゃないかと思ったんですけど、なかなか手強いですね。全然海賊王になれる気がしません。さあ、残り1束。
これにかけてみたいと思います。さあドラマは来るのか。はい、47枚目でですね、地図が当たりました。これね、逆に地図当てたらダメなんじゃない？ねえ、200円当てたらダメでしょこれ。なんか10枚に1枚当たりが入ってそうで、これ当てちゃったらね、もうおしまいのような感じはしますけどね。さあ残り2枚いますよ。はい、ダメです。さあ残りの1枚です。これでね、最後大当たり来たらね、いい終わりなんですけどね。じゃあ行くぞ。よっしゃ、来い来い来い。ああ、さあ真ん中。はい、これでね、今杯と、サボの帽子が並んでます。ここにサボか杯が来たら大当たりですね。さあ行きますよ。うりゃ、あー、ダメだー、アウトでした。はい、というわけですね、ワンピースクラッチ、1万円分買って当たったのが200円が5枚の合計配当金1000円でした。まあマイナス9000円ですね。まあまあ世の中はこんなもんですよね。ちょっとこれはもう惨敗でございます。まだね20日までありますんで、あと 2,3 回はいけるかな。ちょっとぶっ込んでいきたいと思いますので、今回は私の負けでございます。まあ大体スクラッチってね、10枚買ったら1枚ぐらいに200円入ってるんで、まあまあ10分の1ぐらいは配当あんのかな。まあ宝くじの場合だとね、大量買いした時に3分の1ぐらいかな、まあ返ってくるっていう感じやったんですけども、パーセンテージ入れたらそれより低いですね。というわけでね、次回はね、ちょっとワンピース当てたいと思います。なんとなく楽しめたら、チャンネル登録の方お願いします。しばらくね、極貧生活が続きそうです。それではまた。